さて、今日はまあ短いパートになりますが、よろしくお願いしまおす。兄ちゃんとの生活の結果、うまるの選んだ未来は。これでプロゲーマーじゃなかったらまた違和感だけどね。はい。徹夜も3日目か。床で寝るのはもう辛いし、会社にお布団買うしかないよ。でもそれって女の子としてどうなんだろあれ？ちょっと待ってよ。プロゲーマーじゃないな。ゲーム制作会社の方かな？まあ、ね、ちょっと太平チックな インナー着てるけど、このウィーダーインゼリーみたいなやつをね、摂取して、で、社員カードをぶら下げて、なんだろうな、このマウスがすげえ、ドラゴンボールに出てきそうな、ね、感じだね。うまるはゲームディレクターになりまあー、した。なるほど。ゲームディレクターか。プロゲーマーじゃないんだ。ゲームを作るのは大変だけど、好きなことを仕事にできて、うまるはとても幸せだよ。さあ、マスターアップまで突っ走るからね。うわー、なんかすげえな。11月なのにこんな寒そうな格好してるぞ。はでも、ちょっと気になるよね。い、ここからは同じですおね。兄ちゃんのうまるへの接し方が違ったら、うまるがどう変わってたのか、今のうまるとは違ってたかもしれないうまるも見てみたかったな。そう思わない？お兄ちゃん。はい。ということで、無事に、うまるちゃんはゲームディレクターになりました。あ、やっぱノーマルエンドなんだ。うっそ。あれ？選択肢俺ミスってないよね。一個もミスってないよね。あれ？あ、もしかして、あ、そっか。そうだ。なんでいつもノーマルになるのかって思ってたんだけど、あ、でもそんなことないよな。あれ？あれ？なんで？一個足りなかった？気になる。俺ね、一つだけ疑問があるんですよ。一回、なんだろう。一回、普通の下がる選択を選んだことがあるんですよね。で、その後やり直して、いい選択を選んで、そのまま進んでたつもりなんだけど、そのまま進んでなくて、要は、まあ、毎回さ、こうやってさ、セーブデータを取ってあるわけじゃん、イベントごとに。だから、バッドの選択をしてそのまま進めてたとこでセーブしちゃって、で、また戻ってグッドにしたんだけど、ロードでまた、ね、ややこしいけど今、話が。だから、バッドの状態で俺進んじゃったのかな？あれ？ノーマルか。まあ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 、でもノー、あれでノーマうル？まるちゃん、ひも師匠マジで？あれでノーマル？なんかね、いろいろありますけども。ちょっと CG ギャラリー見ましょうか。UMR80% だね。あー、やっぱそうなのね。あれ？これあれだ。ん？あれ？その他がないぞ。あ、外埋まるか。外埋まる、あ、あったあったあった。外埋まるはあるのに、UMR サイドがないね。てか外埋まるルートどうしような。行くの大変 めっちゃ大変だと思うんですよ。ちょっと自分の実況見返して、何エンドかっていうのが見たいんだけど、おそらくそこカットしちゃってんだよね、エンディングだから。あ、でもあれか。見れるか、一応。これもね、キリエちゃんも多分、グッドがないんですよ。ね。うわー、シルフィンちゃんはこれがグッドかな？もしかしたら。でも一枚何ね。はい、ということで。これでですね、家埋まる以外はルート全部終わりました。で、家埋まるルートがね、結構難易度高いんですよ。ちょっと今から、攻略サイトの情報を見ますけども、あ、ごめん、家埋まるじゃない、ごめん。外埋まるの方だ。これね、パラメーターがね、合計なんだって。でも情報が少ない。これいけるのかな？一応、合計で2800パラメーターがあればいいらしい。だから9999が2個あっても足りないね。3個、4個。あー、まあ。そうだね。4個か。999？ あれ、これいけるの？本当に。本当にいける？あ、そう、まあいいや。ちょっと時間、これに関しては時間かかるかもしれない。今まではもうゲーム連打とか、ね、1個連打してるだけでいけたんですけど、今回はバランスよく、マイナス値も気にして、機嫌も気にしていかないといけないので、ちょっと期間が空くかもしれません。あと、俺が、そうだな、ゴールデンウィークちょっと家にいないことが多いので、まあそこら辺もね、取れない理由にもなっておりますが、よし！
いやでも頑張ろう。あとノーマルエンドなのでグッドエンドを見たいんだよね、正直な話。まあその辺は小さく期待しておいてください。もしかしたらもうこのままね、外生まれやって終わりですみたいなことになるかもしれないので、まあそこは小さく、期待しておいてください。それでは次のパートもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。